皆さんこんにちは、全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。はい、私はカービィですって言ったのね。はい、今日は第5回おだまちゃんなんて喋ってるのクイズ。はい、こちらこの箱の中にね、単語や短文が入った紙が入っております。その単語や短文をおたまトーンで、私が喋らせることにチャレンジしまして、そして皆さんはなんて喋っているかを当てるというクイズコーナーになっております。正解者、優勝の方、一番たくさん正解した方には、私が日曜でこのおたまトーンで演奏するコーナーですね、はい、おたまトーンの演奏のコーナーのリクエスト券を、優勝した方にはプレゼントさせていただいております。はい、ぜひぜひ、本当はもうちょっといい商品をプレゼントしたいところなんですが、まだまだこのチャンネルも小規模なチャンネルでございまして、もっともっとこのチャンネルがすごく流行りだしたらもっといい商品にしますからね。はい、リクエスト券はでもプレゼントさせていただきますので、おだま飛んで弾いてほしい曲リクエストできますので、ぜひお気軽にクイズの方参加してください。じゃあ今日のクイズいってみますよ。あ、そうそうそう、前回第4回の答え合わせはね、これ終わってから最後にやりますから。じゃあ最初は、あー、これなんか難しいですね、これ。ちょっと待ってくださいね。いまいちかな。これね、早口言葉です。結構有名な早口言葉。今のがヒントですね。じゃあ2回目いきますよ。まあまあだと思うんですけどね。もう一回やってみようかな。早口言葉です。はい、じゃあ第2問いってみたいと思います。第2問はこれはえ、あ、これ逆、こうか。あー、これはね、まあじゃあ最初はノーヒントね。第2問、あ、これまあまあいいんじゃないですか。はい、これ食べ物です。食べ物といっても果物ですね。果物の名前。じゃあいきますよ、2回目。あれ、さっきのがうまかったな。うん、これでですね、はい、これ果物です。じゃあ第3問いってみたいと思います。第3問は、はい、言ってみますよ。あ、これ難しいな。いきます。ちょっと待って、難しいな。これでいいかな。はい、これことわざっていうか格言、格言ですね。いきますよ。今のは結構いいと思うんですよね。あ、じゃあ、はい、格言です。ちょっとこれ難しいかな、演奏するのも難しかった。第4問は、あれ、なんかごちゃごちゃなし第4問は、いきますよ。第4問。あ、ちょっと待って。これ、前にもありましたけど、松尾芭蕉の句です。
松尾芭蕉の俳句ですけど、かなり有名で、これは厳密に言えば俳句じゃないですよね。俳句なんだけど俳句になってないっていうかね。はい、もう一回いきますよ。さっきのが上手だったかな。はい、こんな感じです。はい、じゃあ第5問いってみたいと思いますよ。第5問は逆かな。こうか。ああ。いきますね。じゃあこれラスト第5問。あ、じゃあ、じゃあ。うん、こんな感じでかな。うん、これは、スポーツの競技名ですね。競技名。冬のオリンピックで必ず、はい、入っている競技名です。ウィンタースポーツですね。もう一回いきますよ、じゃあ。うん、いいんじゃないですかね。はい、今回は以上の5問でございます。ぜひコメント欄の方にですね、答えていただいて、一番成績の良かった方にお玉トーンの演奏の、リクエスト券プレゼントさせていただきます。ということで、前回第4回の正解発表と優勝者の発表をしたいと思いますが、第4回も、全問正解の方はいらっしゃいませんでした。はい、答えはですね、第1問目がパイナップル、第2問目は車椅子ラグビー。大体この1問目と2問目はですね、ほぼ全員の方が正解でしたね。で、第3問がチャイコフスキーです。そして第4問がローストビーフ。そして最後第5問が一人も正解者いなかったんで、これは私の小田和等の演奏が問題があったと思うんですけど、ラストはですね、ルパン三世でした。このね、三世とかってちょっと難しいんですよ。私ね、多分、こんな感じで多分ね、弾いたんですよね。この三世っていうのが、これ三世っていうのがタタタタなのかタンタなのか、これは難しいですよね。結構星のカービィって答えてくださった方が、このお玉トーンのせいもあるのかもしれないけど、なんか何人かいらっしゃって、このやっぱり伸ばしなのか、このね、難しいですよね、この三世とか。かこっちのが分かりやすかったのかな。ちょっとそこがね、ちょっとこれ私のせいだなと思ったんですけど、一人もちょっと正解がねいらっしゃらなかったです。ということで、今回は最高成績の方は4問正解だったんですけど、なんと4問正解の方が3人もいらっしゃった。でルートビッキちゃんさん、名本佐藤さん、ひろひろさんが4問正解でした。ということで、3人の方にリクエスト券をプレゼントしたいところではありますが、さすがにちょっとそれだと多すぎるので、じゃんけんで。というわけにもいかないので、今回はですね、このお三人の中だと、ひろひろさんだけが、今のところリクエスト券プレゼントがないので、今回はひろひろさんにリクエスト券をプレゼントしたいと思います。ひろひろさん、ぜひ、おたまトーンで演奏してほしい曲のリクエストをコメント欄にお書き添えください。そして、あまり難しい曲はやめてくださいね。
ちょっとぐらい難しいんだったら、まあまあ、私の力量でも考えて、あと、あまり長すぎる曲もね、ちょっとあれですけど、まあ、まあ、あの短くアレンジしちゃいますけどね、そういう場合はね。はい。ぜひ、お好きな曲のリクエストお願いします。それからこのおたまトーンのこのおたまクイズですけど、はい、さすがに4回目ぐらいからだんだん見る人が少なくなってきたかなっていうことで、そろそろ君はクビだかどうか分かりませんけど、まああのコーナー続けてという方ぜひ応援してくださいね、この動画をね、はい、いいねボタンを押してください、いいねボタンを押してください。いいねボタンを押してください。はい。ということで、チャンネル登録、まだの方、チャンネル登録もお願いします。そしてコメント欄にぜひお答えを、お気軽に参加してください。アナちゃんでした。ありがとうございました。